おはようございます。作曲家のコオロギです。今回はボーカリストはコンタクト音源を作ろうというお話をします。ボーカリストの方にはコンタクト音源を作ってくださいっていうことをずーっと言ってるんですけれども、作る人っていうのはすごく少ないんですね。というわけでこの動画ではなんでコンタクト音源を作った方がいいのかということと、次の動画では実際のコンタクト音源の作り方というのを説明したいと思います。そもそもコンタクト音源とは何なのかというのは知らないボーカリストの方も多いと思いますので、ここで説明します。ネイティブインストゥルメンツという会社が販売しているコンタクトというソフト上で動くサンプリング音源です。コンタクトでは自分で録音したサンプルをプログラミングすることで、その音を鍵盤に割り当てて演奏したり打ち込んだりということができるようになります。コンタクトは DAW に読み込んだりスタンドアローンでも使えます。コンタクトは音楽制作の場面ではかなり使われていて、例えばリアルなオーケストラの音をパソコンで鳴らすという時に使えます。そういったオーケストラのような高級な音源もコンタクトが使われます。なのでパソコンで作曲していて、それを仕事にしている方がコンタクトを持ってないっていうことがほとんどないと思います。ボーカリストの方がコンタクト音源を作るメリットをざっくり言うと、声と名前の宣伝になる、欲しい人がいる、ストック収入になるということですね。まず声と名前の宣伝になるということなんですけれども、コンタクト音源というのはボーカリストとしての宣伝に使えるんですね。今回ボーカリストのみちるさんに協力していただいて音源を制作したんですけれども、その際にみちるさんに画像を作っていただきました。この画像が音源を立ち上げた時に常に表示されます。誰が歌ってて収録環境はこんな感じで、連絡はここにしてくださいというような画像になってます。これは音源使ってる時に常に表示されるので、どちらかというともう広告のバナーのように考えるといいと思います。こういった情報があることで、まあ、何かあった時に連絡してもらいやすくなるかなと思いますね。いつも見てる人ってやっぱ親近感が湧くし、思い出してもらいやすくなるんですよね。なのでじわじわとこれ聞くと思います。そのコンタクト音源っていうのは作ってもうただ売るっていうだけじゃなくて、その先にもつなげることができます。次に欲しい人がいるということで、単純に僕が欲しいので作ってください。コンタクト音源の需要がどこにあるかというと、もう音楽制作者です。パソコンで音楽を作ってる人はコンタクト音源をめちゃくちゃ買います。音楽を聴くっていうのも一つの楽しみなんですけれども、音楽を作ることもまた楽しみなんですね。もうカメラのレンズと一緒で、絵だとブラシツールとか、もうとにかくそういう道具って買っちゃうじゃないですか。なんだけど外国の方のライブラリはたくさんあるんだけれども、日本語のライブラリがほとんどないんですね。そこが困ってるところで、僕の場合だと CM とか劇版とかジングルを作るときに短い音楽を作ることが多いんですけど、その時に一箇所だけ日本っぽい女性コーラスを入れたいなってなった時に、そういう時に使える日本っぽくてナチュラルで素直な女性の声のコンタクト音源ってほとんどないんですよね。なんか大体は海外っぽい発音の仕方だったりとか、壮大っぽかったりとか、歌い方の表情が出過ぎてたりとか、あと整いすぎて使いにくいというのもあります。ナチュラルで素直な声だと BGM にも使えるんですけど、歌物をやってる人も欲しいという方が結構います。そういったハーとかアーとか王道なものでも足りてないんですけど、アイデアでいろんな差別化もできると思うんですよね。なので面白いライブラリがたくさん出てくるといいなと思ってます。音声ライブラリとしては歌うっていうものもあるんですね。自分で作れるボーカロイドみたいな感じで歌うというものがあるんですけれども、音質に癖があるので使いづらいというのがあって、歌詞がついてる歌だとそっちの歌うの方がいいんですけれども、コーラスとかインストに使う場合はコンタクト音源の方がすぐ音が出せるし、素直なサウンドで使いやすいんですよね。逆に歌じゃなくて楽器に関しては今音源がめちゃくちゃあります。最高の演奏者で、最高の機材で、最高のマイキング、最高のプログラミングをされてるものが売られてます。なので個人の楽器演奏者がコンタクト音源を作って売ったとしても、アイデアを出していかないとかなり厳しいと思います。でも日本語ボーカルというのはまず数がないし、バリエーションもないし、もうまだまだ隙間があると思います。で、次はストック収入になる。無料で配ってもいいんですけど、コンタクト音源を販売するメリットの一つとしてはストック収入になるっていうことなんですね。ストック収入というのは放っておいても収入になる商品ですね。まあ印税みたいな感じで、ボーカリストで作曲をしてなくてかつストックの収入がある人って少ないと思うんですよね。先日動画にした MPN に登録して収益を得てる方もいると思うんですけれども、ボーカルの方って一件ごとにお金をいただくという働き方が多いと思うんですよね。あと歌った後にそれが自分の商品じゃないから、売り方なんかをコントロールできないということもあったりしますよね。コンタクト音源なら自分で商品を作って自分でコントロールもできるし、放っておいても収入になると、そういう商品が作れます。
ってデジタル商品なんで、とにかく置いておけばいいだけなので管理がすごく楽なんですよね。自分の代わりに勝手に働いてくれると。オンライン販売なので現場にも行かなくていい。今の時期現場の仕事が減ってる方っていうのは今のうちにコンタクト音源を作っといた方がいいかなと思ってます。もう楽曲を作るっていうことに比べるとコストも低いし、アーティスト的な能力があまりなくても声そのものが良かったりとか収録環境が良かったりとか、あとはアイデアとかそういった工夫をすれば売れるんですね。でボーカリストの能力とか楽曲そのものの良さとか表現力とかそういうものとは別のところで勝負ができると、そういう点でもおすすめです。僕も以前太鼓の音源を作ったんですけど、それも今全然手を入れてないんですけど、それでも月数千円ぐらいは入ってきてます。で僕文章でも動画でも音楽でも気をつけてることが一つあって、それはまず役に立つっていうことなんですよね。役に立つって安定感があるんですよ。音楽も文章も動画も役に立たないからこそいいって言われてたりもするんですけど、そういうね役に立たないものっていうのはエンターテイメントとかアートとかの文脈で見せていかなきゃいけないんですね。それって人気がある人とない人の差がすごく出てくるんですよ。やっぱり本来はね見なくていいものなので。でも役に立つっていうのを軸に組み立てていくと今までにないような役に立つものを作れば売れるわけですよね。それって自分が本来持ってる能力にはあんまり依存しないので安定すると思ってます。さらに売るコツとしては作れば作るほど元からあるものも売れるのでたくさん作った方がいいですね。これは楽曲も一緒なんですけど、というわけで今回はなぜボーカリストがコンタクト音源を作るべきなのかということをお話ししました。コンタクト音源の制作に少しは興味が湧いてきたでしょうか。次回は実際のコンタクト音源の作り方についてお話ししたいと思います。ではまた。